いやー、ポケモンスカーレットストーリー楽しかったなというわけで、どうも、ティラです。今回は、まあ、スカーレットね、せっかくだから、まあ、クリアしたんで、旅パの紹介をちょっとしたいなと思ってます。旅パの紹介した後、ちょっと遊んで、まあ、ポケモンね、スカーレットバイオでの実況自体は終わりと。生放送でもしかしたらね、やるかもしんないけど、まあ、それは置いといて、まあ、とりあえず、ちょっと旅パの紹介をさせてほしいなと思うことで、ちょっと今回動画撮ってます。じゃあ、紹介参りますね。まずはこいつだよな。初めに選んだ御三家が水なんすよ。で、ウェイニバルっていう、なんととっても騒がしいやつに進化しましたよね。うん。進化していくたびに、こいつどんどんね、騒がしくなっていくのよ。待機モーションがもう非常に落ち着きがないのよ。で、名前はバルレアモーって言って、私と踊っていただけませんかっていう意味のね、ちょっと、洒落た名前になってます。はい。ちなみに、個体値は、ひどいっす。こちら、ラウドボーン。はじめのホゲータが最終進化を迎えるとね、出てくる、3進化目です。まあ、こいつにはお世話になったね。レベル90だもんね。あのさ、さっきのさ、ウェイニバルもそうなんやけどさ、上げすぎな。レベル90よ。旅パでクリアした時にレベル90よ。もう、正直さ、敵がね、弱っ。で、こちらは、草の御三家。ね、ニャオハの最終進化の、マスカーニャですね。はい、ニャオハ立つな、ニャオハ立つなと言われていましたけど、ついに立ちました。はい。で、こいつもレベル90です。正直かなり使いました。お世話になりましたよね。だから、上げすぎてるせいで、まあ、ジムリーダーがね、かなりヌルゲーとなっていましたね。はい。正直言うと全部ね、ヌルゲーになってるんだけど。こいつはちょっと特殊ですね。で、電流ことワタメ。あれは関係ないですよ。関係ないです。あの人とは一切合切関係がございませんが、まあ、雰囲気的につけましたよね。はい。レベルは82。テラスタイプが氷でね、テラバースト持ってんだよね。だから、地面タイプが出てきた時とかに、テラバーストで氷になったって、テラバーストしたったら、相手の意表をつくことができるっていうね、電気らしいコンセプトになってます。はい。電気タイプらしいコンセプトですよね。いや、長くいたよ、君。こいつは長くいたよ。ほら、レベル22の時に出会ったんだよ。チロル、ケンタロスですね。レベル22の時に出会って、最終的にずっといたんだもんな。なんだかんだね、一番パーティーの在籍歴が長い野生ポケモンはこいつかもしんない。って思うほど。ワタメとかもね、結構後の加入だったからね。いや、ケンタロス進化はしなかったけど、普通にね、ストーリーでやる分には強かった。インファイトも覚えるし、レイジングブルっていう専用技が使いやすかったからね。あと、威嚇が強いんだよね、何より。攻撃力なんか知らんけど、めっちゃ終わってたけどね。こちらはニコラちゃんです。デカヌちゃん。カヌちゃん、ナカヌちゃん、デカヌちゃんっていう進化なんですけど、ハガレフェアリーのタイプで、ちょっと特殊なね、技を持った、可愛いポケモンです。可愛いなと思って、もう、まあ、真っ先に採用しましたよね。でも、こいつが加入したのはかなり後です。はい。終盤のレベル50ぐらいの時に、まあ、捕まえたかなっていう感じですね。だから、そうだよね。あ、ピクニックで手に入れた卵、卵さんか。序盤に使っていたのは、このポポッコであるポポリンちゃんですね。はい、レベル27。進化してすぐ終わったみたいな人生を送っておりますが。捕獲要因眠りゴナとかシビレゴナとか、羽根っこ系統ってそういういいものを結構覚えるんですよ。だから、その序盤に重宝してた。序盤の、で、ニャオハンが来た時におらんくなった。で、ついでに言うと、マジでこいつ個体値終わってんの。パモット。パモが進化した後の姿ですね。チュートン。ネズミなんでちょっとね、チュートンって名前にしました。はい。ラットンかチュートンか迷いましたね。まあ、こいつは電気タイプとしてね、そこそこ活躍してたんですけど、なんか能力低いんだよね。なんか能力低かったから、途中からついてこれなくなっちゃったんですよ。なんか能力低いなーってなって、ついてこれなくなった。で、後々知ったことなんですけど、こいつもう一回欲しいんかあるんですよね。僕、クリアするまでは、攻略セットを見ないようにしてたんで、こいつの進化方法が分かんなかったんですよ。
どっかのライチュウみたいに雷の石使うわけでもなし、じゃあどうやって進化すんだってなって、進化方法わかんねえから結局のところ、おらんくなったっていう。で、進化条件がまさかのレッツゴーでめちゃくちゃ歩くっていうさ、とんでもない話だったよ。わかるかそんなもんって話だよ。これはですね、ハラバリーってポケモンなんですよ。前回、なんじゃもの動画に出てたんじゃないですか？そう。あいつです。あのフースケです。あのフースケですよ。なんじゃもの時に活躍してたあのフースケが進化したらこんなんになってしまいました。一体どうしてくれるんですか？これは一体。しかもさ、なんじゃもとさ、被っちゃったしね。なんじゃもの腹張りさ、見た時にさ、なんだこいつって言った周りにはさ、その後僕が持つのは腹張りだったっていうさ。いや、せっかく可愛い、ズピカ可愛かったのにめっちゃ残念なんだけど、なんでこんなんになったの？こちらはね、元トカゲならぬ、今ドラゴンです。はい。今ドラゴン。まあ、満直な名前なんですけどね。こいつもお世話になりましたね。レベル20の時にね、お世話になったね。まあ、素直に序盤のお助けユニットとしてね、ドラゴンユニットとして活躍してたんですけど、なんとこいつ進化しません。これはちょっと旅パのポケモンとは違うんですけど、唯一通常プレイぼーっとしていて、嫌ったやつです。まさかの色違いレントラー。僕はレントラーに愛されてるということですね。普通にプレイしていて野生で色違いがふって出てきて、え？って思って捕まえたのが、このドベルガ先生ことレントラー。いや、これはね、ちょっと後々なんか生放送とかで使ってあげたいね。せっかく色違いだしね。努力値とか振って、もうちょっと普通に使ってあげたい。で、僕ってね、まあ、プラチナの時代からコリンクに名前を付けるときにドベルガって付けてる習性があるんですよね。はい。なんで、ドベルガにしました、この作品でも。いや、なんか育ててあげたいな。今回は遺伝技も楽だしね。ちょっと何かしらの形で活躍させてあげたいっすね。じゃあね、前回もやったサンドイッチをね、作ろうと思います。僕はね、個人的にね、好きな遊びがあって、この焼きベーコンっていう、まあ具材があるんですよ。サンドイッチに焼きベーコン。まあ普通にまあこれ自体は美味しいと思うんですけど、全部ね、これにしようと思います。はい、というわけでね、僕のサンドイッチ作りを見ててほしいんですよ。さあ、ヨーグルトやね、ホイップクリームを巻いて焼きベーコンを乗せます。乗せ方は簡単です。こうやってつまんで上にどんどん重ねていけばいいんですよ。僕ね、もう好きなのはね、こうやって重ねていくことなんですよ。おお。まだいけるな。わあ。こうやってね、重ねることが僕好きなんで。ああ、やばいやばいやばい。全国の食材を見てる皆さん、申し訳ねえ。でも、まだあるから。まだ焼きベーコンあるから。まだあるから。焼きベーコンをこうね、積み上げていくんですけど、もうめちゃくちゃだよ。いや、まだある、まだ焼きベーコンある。食べ物で遊んではいけませんって昔習わなかったのかな。あ、やばい、やばい、やばい、ああ。せめて高いところに積み上げたいな。せめて高いところに。早く早く早く。あ、うわ、パン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 乗せて、あー、ビッグ良さそう、あー。ちょっと待って、完成。うおー。なや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 、これはベーコンやんか。いや、ベーコンやろ、これはサンドイッチじゃない。ベーコン。これただのベーコン。なにこれ。おー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 、どんな顔してんねん、おい。おーおー、どんな顔してんだ。いや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 、なんでずっと、え、ずっとその顔してたぞ今お前。さて、一応本編はクリアしてるんですけど、本編をクリアするともう一度ジムリーダーと戦ってって、各地のジムリーダーともう一度戦ってって言われるんですよ。なんで、まあ動画にしたね、発光シティのジムリーダーなんじゃもちゃん、いいじゃないですか。
ナンジャムちゃんのクリア後の姿を見ようかなと思います。はい、せっかくなんで収めましょう。はい、あー、ナンジャムいるじゃん。ナンジャムいる。トップの目玉をエレキレット、何者なんじゃ。ナンジャムです。そこにいたんだ。まさかのおはこんはるちゃおーって思うたかすしじゃないじゃん。エリです。え、エリスが新チャンピオンでトップの代わり。ちょっと前ジムテストしびれたのに実力しびれどん伸びたね。すごー。ってことは今エリスとコラボすれば僕の人気ももっとうはうはに。あのさ、なんかさ、人気を前面に押し出すのやめない？人気前面に押し出すのやめようぜ。楽しくやろうぜ。ポケモン勝負を楽しくやろうぜ。お前言ってたじゃん、自分でも。ポケモン勝負の楽しさ優先って。もう完全にもう視聴者の目当てになってんじゃん。あ、わかった。オッケーオッケー。なるへそ物語。なるへそ物語。トップの代わりに視察に来た君に、なんじゃもの本気見せとらないかい。じゃあもう早速本気バトルやっちまう？さあ、本気のなんじゃもとのバトルを見せてもらおうか。配信してんな。配信してるな。近いな。いや、近いな。距離感。どんなもんじゃ TV をご覧の皆の者、おはこんはるちゃおなんじゃもです。今日の芸術とは、成り立てほやほや新チャンピオンのエリシだ。エリシってば、ジムリ界隈でも激バズな話題の中心なんだよ。思えば、君のジムテストっぷり、超ビリビリっときたんだよね。間違い取ったけどね、わざと。どんだけバズる動画になるか、今から数字が楽しみすぎる。頼む、任天堂よ。YouTuber はそんなんじゃない。じゃあもう動画の引きはこれからにしといて、みなものもお待ちかね。そろそろバトリー行ってみよっか。大丈夫かな、スパチャ飛んできたりしない？あ、ジムリーダーナンジャムがめったに見れない本気出してみた。なるほどね。本気見せてもらおうや。多分俺も圧勝だと思うぜ。大回転。おー、進化してんね、ちゃんと。本気なんじゃはプレミアぞ。目をコイルにして視聴せよ。何レベル ?65! 高くなってんじゃねえか、ちゃんと。65はなかなかじゃねえか。褒めてやろう、そこまでは。まあ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 。65ですか。ちょっと期待不足ですね、でも。でもそれだと65だとちょっと期待不足ですかね。じゃあ、ワタメ、やっちゃって。任せた、あの頃頑張ったわ、ワタメ。レッツゴー。追い風。追い風分かってんじゃねえか。勝負というもの分かってるわ。風力電気。追い風受けて充電した。これ電気通んのかな、風力電気に。これ通んのかな。あ、お前も放電かい。やるじゃん。これさ、放電通るんだ。あ、通りはするんだ。蓄電みたいに無効化するわけじゃないんだ。つまんな。まだまだ俺も分からんことだらけでな。分からんことだらけで勝ってるけど。マルマイン。マルマインですか。なかなかマイナーなものを使ってくるじゃないですか。最速だね。めちゃくちゃ速いポケモン来たな。よし、行ってこい。あの頃頑張ったチロル。ゴー！お守りコマ持ってるんで、お前から金巻き上げてやんぜ。マルマイン？なるほどね。威嚇。まあ、もう出たからにはインファイトですよ。インファイト一択です。エレキフィールド。追い風吹いてるからな。追い風も吹いてるし、エレキフィールドもしたな。なんじゃもよくわかってんじゃん。ちゃんと勝負を理解してる。行くぞ、インファイト、行くぜ、オラーン。プシー。基本的にはもうレベルのゴリ押しでワンパンしちゃうぞ。ワンパンしてみたになるよ、この動画。いいのかなんじゃも。圧倒的にもう勝ってしまうぞ。圧倒的に勝ってみたになるよ、なんじゃもに。心配させるの、気合で麻痺を直した。気合で麻痺直すってなんやねん。気合で麻痺直してしまったわ。すまん。すまん、チロル、麻痺直したわ、気合で。言っておいで、親友のアンニャ。親友。親友か、アンニャと。レントラー。お、レントラーじゃん、てか。通常の色か、面白くないな。レベル90、トリックフラワー、受けてみぞ。いざ。はい。ファイヤー。オッケー。急所に当たった。一撃必殺。一撃必殺。相手の追い風がやんだ。腹張り。あ、出た。
あ、出た。来るのかい、ハラバリー。ハラバリーが来た。だから、お前にはね、がっかりだよ。電気に変える。トリックフラワーを着て充電した。倒れた。もう、お前にはがっかりさせられた。さあ、ムーマージ。ラストはムーマージか。あ、それは変わらずなんだね。まあ一応潮田にぶつかってあげようか。まあお前電気になるのは知ってるんだけど。行っておいで、パルデアチャンピオン潮田。潮のエリスさ、もうちょっと僕を立ててもいいんじゃない？その通りだね。なんじゃ、なんかしてる？なんじゃ、まだ一度も与えてないよ、攻撃。じゃあ、私も、テラスタルで行きましょうや。私もテラスタルさせてもらいます。そんなようにするんだったら。多分するんでしょ？行くぞ、シオタ。テラスタル。テラスタルフレアソング。耐えられるかな？ムーマージごときに。レベル65に。ディディオ抱き、豆電球、勝利の発明、キュビビビビーン。まあ、なんじゃものもね、やってくるんだけど。どうかな？あ、ウィンクした。カメラ目線。大丈夫、大丈夫。もう多分ね、そんな大したことないよ。君、シャドーボール打ってこいよ、素直に。素直にシャドーボール打ってこいよ。それか10万ボルトか？私の歌を聞けー！フラーソーグ！イヤッホー！おー、耐えた！耐え上がった！やるじゃねえか。シャドーボール。いや、技を避けた！よし、避けた！避けた！避けた！はい、フレアソング！なんじゃもう、一度も与えていません！蹂躙！蹂躙よ、これ。なんじゃもう、一回も攻撃してねえじゃねえかよ。それでいいのか。やっぱり上げすぎたんだよな。探索楽しかったからな。新チャンピオンってすごすぎ。いやいや、負けて悔しい気持ちもあるけどさ。今回のどんなもんじゃ TV 視聴者数爆上がり。あー、幸せ。天に召されー。やっぱ話題の人物は集客力が違うわー。また定期的にフォローしてね。あと、他の配信者の動画には出ないでね。そんじゃもうトップによろしく、いい感じに報告しといて。みんなのエレキ、値段もエレキレット、何者なんじゃ、なんじゃもでしょ、手振んな。お前もノリノリじゃねえか、地味に。なん地味に手振ってんだよ、お前も。主人公もノリノリなんじゃないか。